はい、皆さんチュース。てなわけでね、まあこちらにね、おちびがいますけれどもね、おちびと一緒に、まあ今回はね、まあタイトルに出ている通り、鉄球を使ってベイブレードと戦っていきたいと思います。ちなみにこの鉄球、みんなでも誰でも持っている、誰でも持ってる鉄球です。まあちょっとね、ここら辺白くなっちゃってるんだけどね。まあいろいろ試したんだけどね。まあ一番普通に戦わせるのが一番いいかなと思って。で、ちなみにこちら、この鉄球、何かと言いますと、こちら。中に入っているこの鉄球、出しました。はい。それだけです。はい。誰でも簡単に出せます。別にこれ壊していいだけだから。壊すか、プラスライバーで、プラスでいいのかな？まあ、うん、そう。で、開けちゃうか、なんならバキッと壊しちゃうか。で、中身出して、で、これですね。これと、まあ、なんかベイブレード再買わせてみようかなと。はい。てな感じの動画です。でもね、まあ、高さ的に完全にディスクに当たるので、例えば、このトリプルとか、だと、よく、いい感じに弾いてくれるんじゃないかなって思いまして、一回トリプルでやってみましょう。いきます。3、2、1、ガッシュ！ガッシュ！おい！一撃粉砕！こんなにまったりいってしまっていいのかい？いいのかい？って思うんですけれどもね。トリプル優勝。トリプル OK。トリプル OK ね。他、じゃあ。これ。なんだっけ？バーチカルだっけ？はい、やってみましょう。3、2、1、ガッシュ！いきます。3、2、1、ガッシュ！お、今回はいい感じ。お、さっきの瞬殺が嘘のよう。はい、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 ちなみにですね、これディスクに当たっているので、ベイブレードバーストのバーストレイヤーはちゃんと壊れませんので、ご安心ください。まあ一人でもね、なんて言うのかな、まあしっかりトレーニング用として使える、まあ面白い感じのね、戦い方となっていますんでね。あと音もね、結構ねカキンカキン音が鳴って、結構ね、なんていうの、戦ってる感じがするというか。なので、じゃあちょっと次、これブーストだったっけ、これなんだっけ、これこのディスクなんだっけ。まあこちらを使っていきましょう。いきます。3、2、1、ゴー、シュッ。はい、ゴーシュッ。音かっこいい。やばっ。まあオーバーフィニッシュしかできないんだけどね、これね。いや、音に注目ですよ。超かっこいい。ベイブレードバーストとは思えないこの音。じゃあ、まあこれ無理でしたね。一番いいのは今のところトリプル。トリプルで一撃だった。じゃあ他には、他に何か角張っている、あ、フォース。フォース欲しいよ。もちろん待って。フォースはどこだい？フォースこの息が吹き終わるまでに見つけたいフォース。あ、無理。トリプル。疲れた。あった。フォース。こちら試していきたいと思います。多分ね、一番角張ってるんで、いい感じにやってくれるんじゃないかな。ゴッシュン！いきまーす。ゴッシュン！今のは夢さ。ガッシュン！ガッシュン！なんかちょっと変じゃね？うん。音かっこよくね？音はね。すげえ静かな音だから。なんか涼しげな音。うん、もう一回なんかちゃんと回ろうぜ、君。ガッシュン！いくぜ。3、2、1、ガッシュン！え？一撃やないかい。フォースちゃんと回れば君強いんだ。でももう一回やろうか。ガッシュ！面白いぞ、鉄球。3、2、1、ガッシュ！おお。かっ
かっけえ。超かっけえ、カットになるだろう、MC。 ティッシュ、ティッシュ、これ、ちょっと怖い。ガッシュ入れづら、入れづら。超かっこいい。音やばい。刺さったやろ。お、まだ動いてる、まだ動いてる。ゴーシュゴーシュ。おお。いや、真上に落としちゃいけないなという。おおおお、お前が出るのか。危ない危ない。鉄球なかなか面白いぞ。まあ、オーバーフィニッシュとスピンフィニッシュしかないんだけどね。鉄球まだ動いてる。鉄球まだ回ってる。まあ鉄球がね、回ってる回らない分からない人いると思うんで、まあ実際ねこれで使って試す人は鉄球にペンでなんか色塗っちゃって、でそしたらね回ってるか回ってないか分かりますんでね、それで試してみてください。ゴーシュロック外れてるし。マジかよ。ゴーシュ、ちょー容赦ねえ。どけって言わんばかりにどかったね。いや楽しいな。他なんかいいディスクないかな。まあ他にもね、じゃあまあちょっとコメントで募集します。この鉄球と戦わせて、オーバーフィニッシュ決めれるような角張った、角張ってなくてもいいけど、まあこいつに有効的だなって思うディスク、皆さん分かりましたら、てか考えてみたらこれいいんじゃないかって思うの ありましたらコメントください。そしてこの動画が良かったら高評価コメントとよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね、以上。